はようございます。10月5日木曜日、朝の7時20分です。でここは新名神の仙台寺パーキングエリアです。今日行くところは大分県大分市です。ここから700キロぐらいです。まあ、今日中に近くまで行きたいんですが、時間的に行けるかどうかちょっとまだ分かりません。昨日10時間40分走ってるから、今日は7時間ぐらい7時間ぐらい走る予定です。7、6、13、そうすると600キロぐらいしか走れないな。まあちょっと走りながら考えます。ということで今日もよろしくお願いします。大佐です。大佐サービスエリア、中国道で給油待ちすることなんか今までなかったんだけど、みんな中国道回ってくるから給油もいっぱい給油待ちするようになってしまいました。ここまで2時間30分、あと1時間ぐらい走って430入れたいと思います。立春のおつまみ、あ、そうだ、これ食べながら運転してきました。亀田製菓、あとこんなの、これも亀田製菓だったかな。これも亀田製菓です。まだありませんか。あ、いいです。いいですか。はい、どうも。皆さん128行ってもらったんですね。はい、すいません。はい、どうも。キャンプケース先生、はい、お疲れ様です。七塚原サービスエリア430です。とお昼を食べてこようかな。朝から何も食べてないから、何もっていうかお菓子は食べたけど、
朝ごはん食べてないから。松屋があるね。行ってきます。はい、牛丼食べてきました。まあレストランがなくなって松屋になったんだね。もう牛丼食べるしかないという場所です。まあ、松屋だけど、まあ、うどん、そば、ラーメンもありましたね。まあ、あと20分ぐらい休んだら出発します。はい、中間点呼終わって出発です。お疲れ様です。午後4時40分、ここは岸パーキングエリアです。まあ、430兼シャワー兼休息です。まあ、ここまで7時間17分走ってきました。それで昨日と合わせて18時間を超えないようにしております。ここから目的地まであと130キロ、2時間弱です。明日10時間、まあ8時間とか10時間とか、いや、いいとかな。まあ超えない方が無難かな、やっぱり。まあ明日、降ろした後、まあどこで積むかまだ聞いてないし、まあわかんないので、まあなるべくいっぱい走れるようにしといた方が、安全ですよということですね。はい、まだ明るい時間だからシャワーがまあまあ空いてますね。まあ今外で一人か二人並んでるから、まあちょっと減ってきたらシャワーに行こうかなと思います。Thank you.
本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうかまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタン、どうぞお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。